ャネル空でございます。三国志14シナリオ3個の例上級劉備第8回ですね。前回縁を落としまして、ようやく曹操に一矢報い始めた感じになってますね。一応縁の戦闘は終わって、今漢中で敵が攻めてきてるのを、まあ、長老と同盟結んでるんで助けたりしてるとこですね。次の目標は巨匠ジョナンですね。で、巨匠の方は、まあ、武力の高い武将がそんなにないので、あとまあ長安から攻めてくるのかな。主に総比がこちらも武力の高いのがまあこのぐらいなので、A にはまあ 2軍っていう言い方もあれですけど、まあ、統率80とか武力80ぐらいの武将を残し、深夜に関羽張飛張雲を入れてジョナンにアタックをかけようと思います。あと本当はね、武漢もね落としたいんですけど、当面ちょっとね攻めなくてもいいかなと思ってるんで、まあ、攻めるとしたらもう一気に攻めないといけないと思ってるんでね、まあ、そういう意味でも何だっけな、李元とかあの辺の武将とかをちょっとうまく使いたいなと思ってますって感じですね。まずは褒美、あ、そう、ガサイが手に入ったんすよね。お礼申し上げます。で、まずちょっとこいつ倒しに行こうか。官兵下に持っていくか。行くとしよう。
ちょっといろいろと編成し直しですね。巨輪を覚えてる武将がいいんだよな。
よし。用を尽くします。吉報だ。必ずやお役に立ちましょう。逃げられた？あいつに。達成いたしました。おお。吉報をお持ちしました。ご確認ください。頼むぞ。心得た。分かった。出てきたところを後ろからパックンチョって感じがいいかな。平地だからあんまり得意じゃないけど、まあいいでしょう。できればね、芝居とかも捕まえたいけど。動くとするか。出陣する。お礼申し上げます。ガサにもいっぱい
をさせましょう。久しぶりに統率85へ。なんか用か？報告いたします。
出てくる気ねえのかよ。どうした？もういいだよ。やってやる。とりあえず挟み撃ちしないことには意味がない。するとね、そうだった。たやすいことです。成功だ。達成いたしました。死者が到着しました。
来たね。いいじゃん、一大決戦だね。ジョナ動かず。呼んだか。行きましょう。承知。ただいま。承知。おうよ。任せろ。地味に昔ジンにダメージを与えてたのは本気で効きそうだな。
腕が鳴る。2弦で連れてこい。よし、これで攻めればなんとかなるでしょう。仕上げます。報告いたします。長男ね、何か予定通り承知した。何用か。任せよ。どうした。本命は長男。任せろ。ただいま。仕上げます。
速度重視だね。行ってくるわね。行ってまいります。本当かよ。結構あっさり寝返るのね。こちらをどうぞ。何か？来るかな。
うした？あ、ちょっと行ってみるか。どうした？心得た。参ります。上々だ。やったぞ。報告いたします。落ちねえか。次のターン来るね。これ間に合わねえや。下がろう。任せてもらおう。はは。心得ました。ん、心得た。命令か。こりゃ落とすの大変だな、部下。なんで？
けか。おう、いかがされた。必ずや。任せてくれ。失敗したか。どうや。どけ、それはまあ確定だからね。上々だ。負けないでくれよ。まあこっちは武力は高いか。強調はやっとやべんだよな。よかった。負傷してくれ。動く。ノイス。こちらをどうぞ。何用でしょう。必ずや。セーラン
じゃなくて投石と勝者とかの方がいいだろうな。ついてこい。マイルとしよう。喜べ。いいね。やったぞ。達成いたしました。任務成功だ。確認ください。さてと、反訴総連合軍に、ちょっとうるさいですが、参加したのは誰でしょうなと。
送るとかねえか。なんか用か？おう。無理か。ちょっと頑張りすぎちゃったかな。下がってったね。何用でしょう。いや、ああ、まあ、いっか。怖いな。心得申した。どうした。こうしよう。へいへいっと。で、カンペだけ下がろう。心得た。決済で上がってこねえな。マジで。では向かおう。さて、カンネ帰ってこれるかな。吉報をお持ちしました。たやすいことです。吉報をお持ちしました。お喜びください。うわ、ダメだ。うわ、マジか。やっべ、見てなかった。そこ見てなかった。勝負押して参る。我こそはと思う者はおらぬか。やべえ、一発だよ。我が子の前に敵はない。報告いたします。
してくれ。捕らえられると言ってんだよな。行ってまいります。ちょっと粘りすぎたな。喜べ、上々だ。お持ちしました。83だよ。こちらをどうぞ。いいね。
どうした？わかった？絶対わかってねえよこいつ。おう、わかった。向かおう。魔長領が引っ張られてくれればロコは落ちるでしょう。結果として。吉報をお持ちしました。成功だ。うまくいった。お喜びください。いられるかんね。吉報だ。オッケー、逃げたよ。任務は成功だ。芝居間に合うかな。ご確認ください。ついてこい。出陣する。
然見るか全然見てなかったんだ。確かにここ出陣する武将はいねえや。関根が戻ってきたら関根を送るか。行ってくる。上場の結果です。上々だ。感謝いたします。まあ来るのにもうちょっと時間がかかるでしょう。では参ります。やったぞ。たやすいことです。捉えろ。
確認ください。承知しました。やべえ、なんか出てくるじゃん。呼んだか？おう。なんか出てくるよこれ。出陣する。攻めてくる予定なので、もない。行ってまいります。あれだな、芝居を取れるか。守備は上々です。こんなものだ。ダメか。
ちらをどうぞ。退却しましょう。かしこまりました。もしかしてこいつら逃げ出した？いや、わからんけど。落とせそうで落とせないね、ロコ。まあいいでしょう、そこは。元気なの？出立いたします。上々の結果です。特権
ったね。役立ってみせる。オッケー。次世代が来ましたね。ご報告いたします。ようか、やってやろう。読んだか。わかった。また来てるね。
ましょう。心得申した。うむ。心得た。やべえよマジで。これ行ってまいります。ちょっと待って、買うのだな。何用か。兵団切られないためには良かろう。間に合うかな。
危ねえ。おい、カオ、何やってんだよ。ご確認ください。カオ、何やってんの、こいつ。よかろう。心得申した。飯か。あいよ。マジか、何やってんのこいつ。なんで一歩も動かねえんだよ。最悪だな。おい、高架方面に。あら、これ落ちないか。出発いたします。喜べ。
任務は成功だ。よし。あとはカーンが動いてくれれば。報告いたします。何用か。承知。いかがされた。お任せを。出立いたします。8000は開けられないので。
しかいないんだよね今ね。早速向かいましょう。喜べ。たやすいことです。ご報告いたします。どうした？ヘイヘイっと。
こう。上場です。オッケーオッケー。吉報です。来ちゃった。捉えてくんねえか。ご確認ください。ダメだ。ちょっと面白いかと思って損傷こっちだと思ってダメだ。統率が60しかなかった。どうした？うん、どうした？任せねえ。まさあるだろうね。出てこない。似合わねえかな。これはかたじけない。巨匠を攻められ、次攻められそうだね。
真摯にやらせよ。ご報告いたします。なんだ、なんだ、これはかたじけない。出立いたします。やっぱ戦争すると人口が一気に減るな。これ不正
なる。どうした？任せろ。やってやろう。一切承知。行ってくるわね。喜べ。うまくいったわ。そっか、一騎打ちで。ご報告いたします。
ロコ落ちず。まあでも再送にまだ4万枚いるんで多分来るでしょう。お、戦闘が長引くと人が減るって感じかな。サクッと攻めてサクッと取ればまあ大丈夫って感じだろう。うん、確かに上位を取るのに時間がかかったからな。深夜はよく攻められた。総軍は若干兵力減ったかな。ということで長男攻略ですね。うちは兵士数ちょっと増えたか。優勝は相変わらず20万超えて、まあじっくり育ってる感じですね。長藩や師匠はまあまあまあって感じ。師匠も気がつけば兵士5万もいるのか。孫権は11万。まあこの露光戦で結構消費しましたね。数万攻めでしょう。で援軍で援から出して長男からも出せばいいのかな。攻めるときは一気に押すって感じかな。六甲は当分落ちないでしょうこれ、ね、落ちそうにありません。ただ六甲からの攻めもきつい感じでね。兵糧ね。
こも兵糧ないんだ。あー、ここめっちゃあるのにね。あー、これ軍団が違うとかそんなオチかな。軍団に2だな。どういうことやろまあよくわかりませんが、兵糧がないせいでここが兵糧枯渇地帯になってるという感じかな。当面は手を出さない方がいいでしょう。ただここの領有だけね、あわよくばここまで欲しい。こんな感じで同盟国に自分の負を置いておくっていうか、まあ、そうするとそこの分の収入も入ってくると。同盟国なんでね、攻められることもなくっていう感じかな。はい、ということで終わりたいと思います。